ソールズベリー伯爵はイングランド貴族の伯爵くらいの一つ。過去に5回創設されており、エリザベス朝からスチュアート長初期の最小ロバート・セシルが1605年に除された古記目のものがソールズベリー公爵くらいの従属爵位として現存している。ソールズベリー伯の爵位には複雑な歴史がある。この称号は12世紀の半ばに、 パトリック・オブ・ソールズベリーのために創設されたのが最初の創設である。この称号は女系相続を経て代々継承され、5代目のアリス・ドレイシーまで続くが、1322年にアリスの夫であるランカスター・ハク・トマスが重帝のイングランド王エドワード2世に対する反逆罪で処刑されると、彼女もソールズベリー・ハクの借位を返上することになった。 1337年3月16日、ソールズベリー博は、国王エドワード三世の長身で、スコットランドとの戦闘で功のあったウィリアム・モンタキュートのために再創設された。1428年に第4代ソールズベリー博、トマス・モンタキュートが百年戦争における、オルレアン包囲戦で戦死するとその娘であるアリス・モンタキュートが5代ソールズベリー博爵位を継承した。 彼女は、初代ウエストモーランド伯爵、ラルフ・ネビルの息子、リチャード・ネビルと結婚していたため、リチャード・ネビルも妻の権利で、第五代ソールズベリー伯爵を継いだ。二人の長男リチャード・ネビルは、第十六代ウォリック女伯爵、アンビー・ジャムと結婚。1450年3月2日に、妻の権利で彼も十六代ウォリック伯を継承すると、共に一代限りで、ウォリック伯に上された。 さらに1462年の母の死で、第6代ソールズベリー伯爵位も継承した。リチャードははじめ、ヨーク家、後に、ランカスター家についてエドワード4世の即位やエドワード6世の福位を左右するほどの権力を振るったため、キングメーカーの異名を取ったことで知られる。しかし1471年のバーネットの戦いで、戦死し、その爵位と所領は敵型であるヨーク家に没収される。 翌1472年、ソールズベリー博は、国王エドワード4世の弟クラレンス公ジョージに与えられた。クラレンス公が、リチャード・ネビルの長女イザベル・ネビルの夫であることを、法的根拠としたのである。しかし、イザベルの妹アン・ネビルが、クラレンス公の弟グロスター公リチャードと結婚すると、この広大なリチャード・ネビルの遺産をめぐって、兄弟の対立が激化する。 1476年にイザベルが死ぬと形成はクラレンス公にとって不利になり結局1478年にクラレンス公は反逆罪で処刑されるクラレンス公の後ソールズベリー博を継いだのはグロスター公とアンフサイの息子でクラレンス公の老いにあたるエドワード・オブ・ミドルハムである彼は父が1483年に国王リチャード3世に即位したのでプリンス・オブ ウェールズになるが、翌1484年に急死、爵位も消滅する。この爵位は1485年、エドワードの同盟のいとこで、クラレンス公の息子のエドワード・プランタジネットが継承する。しかし同年に即位したチューダー朝のヘンリー7世に、ロンドン島へ投獄、監視されたエドワードは1499年に反逆罪で処刑される。 ソールズベリー博は1513年に、エドワードの姉、マーガレット・ポールが復活させたが、彼女も1539年に反逆罪にかけられ、剥奪されてしまう。その後、エリザベス朝後期から、スチュアート朝初期にかけて、最小を務めたロバート・セシルが、スチュアート朝初代国王ジェームズ一世により1605年5月4日に、第5期のソールズベリー博爵に除されている。 この第5期のソールズベリー伯爵位が2019年まで現存しているソールズベリー伯爵位である。7代ソールズベリー伯爵ジェームズ・セシルが1789年にグレートブリテン貴族ソールズベリー公爵に除されて以降はその従属爵位となっている。第5期のソールズベリー伯爵位とソールズベリー公爵位についての詳細はソールズベリー公の項目を参照のこと。 第6代ソールズベリー博、リチャード・ネビル初代ソールズベリー博、ロバート・セシル。ありがとうございます。